俺がまだガキだった頃に体験した話だ誰にも打ち明けられず忘れようにも忘れられずかといって今さらどうしようもできずに脳みそという箱の奥底にしまい込んで固く鍵をかけた忌まわしい記憶ただ俺はもうそいつを抱えたまま生きることに耐えられなくなってしまったそいつはいつも 箱の内側から、出せ出せと叫び、俺を苛いんでくる。その声に俺は耳を塞ぎ続けていたが、もう、限界だ。だからここに全てを書き記そうと思う。書くことで、箱を開けようと思う。俺にとってのパンドラの箱を、たとえ百の苦しみと、千の厄災がその中から飛び出そうとも、 俺は、1996年7月1学期もそろそろ終わりという暑い時期のことだったその頃、俺の住む小さな田舎町ではある恐ろしい事件が起きていた児童連続失踪事件その年の春から夏にかけて3人もの低学年児童が次々に行方不明になっていた 誘拐の線が濃厚で、警察は行方不明者と犯人を血眼になって探していた。事件の影響は当然、俺たち子供を直撃した。保護者同伴の集団下校。放課後の外出は固く禁じられた。遊びたい盛りの子供にしてみれば、友達の家に行くのも止められるような生活は、息の詰まるものだった。俺はというと、 近所に住んでいた A という友達の家に放課後は入り浸っていた。A の家にはテレビゲームがあったし、俺の親も A 君のお家なら近いからと特別に外出を許可してくれていたからだ。ただ、初めのうちは良かったが、ずっと家の中でしか遊べないとなると、さすがに飽きてくる。たまには公園でサッカーをしたい。 自転車を乗り回して遠くに行きたい。そんな欲求が抑えられなくなってきた。ある日のこと、A の母親は外出して、家には俺と A の二人だけになった。もちろん外出はしないようにと言いつけられていたが、フラストレーションが爆発寸前だった俺たちは、それを無視して家を抜け出した。街の中をうろついていては、大人の目についてしまう。だから自転車で、 街外れの森まで行くことにした。そこにはカブトやクワガタが取れる秘密の場所があって、夏場は絶好の遊び場だった。外出は禁止され、誰もそこに近づいていないとすれば、さぞかし大量も見込めるだろうと踏んだのだ。降り注ぐ厳しい日差しに、全身汗だくになりながら、自転車をこぐこと30分余り、ようやく目的地近くに到着した。 そこは森の入り口にあたるところで、近くには民家はなく、あるのは二段に積まれたコンテナが、四組並んだ無人のスペースだった。当時、どういう呼び方がされていたか、定かではないが、いわゆるレンタルボックスみたいなものである。個人や企業がそのコンテナを借りて、倉庫として使うわけだ。俺たちがそのレンタルボックスの敷地の端に自転車を止め、 森の奥に分け入ろうとしていた。まさにその時だった。一台の車が近づいてきた。白いバンだった。俺と A は、とっさに近くの茂みに隠れて様子を伺った。本当は、止めてある自転車も回収したかったが、そんな余裕はなかった。車が、レンタルボックスの敷地内で止まった。そして中から一人の男が、 のっそりと現れた男は日差しに顔をしかめ頬の汗を手で拭ってから後ろに回ってバックドアを開けた重そうなトランクケースを取り出すあれ荒いベーカリーのおやだぜ隣にいた絵がつぶやいた俺も見覚えがあった商店街に軒を並べる古臭いパン屋の店主だった子供の目から見ても その店は流行っているようには思えなかった。そんなしみったれたパン屋の親父が、なぜこんな時間に、こんな場所にいるのだろう。親父はキャリーケースを引きずって、四組並んだうちの入り口から一番遠い、奥のコンテナの方へ歩いていった。そして移動式の階段で、二階部分のコンテナまでたどり着くと、カチャカチャと鍵をいじって、入り口を開け、 その中へ消えた。後には巨大な箱の群れだけが、日差しの中、濃い影を落として佇んでいた。俺も A もただ黙って、それを覗いていたが、俺の頭の中はその間、恐ろしい想像が湧き上がって、俺の体を動けなくさせていた。街から離れたレンタルボックス、パン屋を営業しているだろう日中にもかかわらず現れた。 荒いベーカリーの親父。重そうなキャリーケース。鍵をかけてしまえば、中身は誰の目にも触れない、巨大なコンテナ。そして、春から続く連続児童失踪事件。背中を、冷たい汗が流れていく。ヤブかが耳元で、噛んだかいような刃音をさせた。思わずそれを手で追い払ったことで、 上に悲しばりが溶けた。なあ、えあの親父が、しまっちゃうおじさんだと思うか。俺の問いかけに、同じ疑念を抱いていたであろう A は、何かを言いかけて、結局さあと答えた。しまっちゃうおじさんとは、当時放送されていた、ボノボノというアニメに出てくる登場人物だ。 森の動物たちが織り成す、本かした物語の中にあって、しまっちゃうおじさんは異様な存在で、子供を誘拐しては、どことも知れない洞窟の石室の中へと、しまってしまうのだ。しまっちゃうおじさん自身は、実は主人公の男の子の妄想の中にだけいる、恐怖を具現化した存在なのだが、 逆に俺たちは、身近で起こる事件の犯人を、そんなへんてこな名前で呼ぶことで、恐怖を紛らしていたのかもしれない。あの、コンテナの中には何がある。その興味が、恐怖に勝った。俺はおじけづく絵を引きずって、茂みから出ると、 足音を殺してコンテナに近づいた。相変わらず周囲に人の気配はない。油ゼミの鳴き声だけが森から響いていた。俺は移動式の階段を登り切ったが、A は階段の途中から顔を覗かせるのが限界のようだった。A をその場に待機させると、 薄く口を開けたコンテナの扉に張り付いた。そっと顔を出して、中の様子を伺う。明るい日差しに目を焼かれていたので、しばらくの間、コンテナの中は何も見えなかった。代わりに耳を澄ますと、中から何かの話し声が聞こえてきた。パン屋の親父が、誰かと話しているのだろうか。 徐々に、目が暗さに慣れてきた。闇に奥行きが生まれ、ぼんやりとコンテナの中の黄色が浮かび上がってくる。その時、不意にこみ上げてきた悲鳴を、俺は何とか喉元で押さえ込んだ。両手で自分の口元を塞いで、吐き気をこらえる。俺が見たもの。 それは、誘拐された児童の凄惨な死体と、それを眺めて越に浸る、狂ったパン屋の親父の姿、では、なかった。そこはまるで衣装部屋。壁の突起にかけられたハンガーには、無数の女物の服がかけられている。そこにセーラー服を着た、長い黒髪の誰かの後ろ姿があった。 巨大な姿見で自分の姿を見つめているようだった。ーん。せっかく通販で買ったけど、サイズがいまいち。気色悪い品をつけたのぶとい声。セーラー服から伸びる手足も無骨な男のそれだった。 コンテナに入ったのはパン屋の親父だけ。そしてコンテナの中にいる人物も一人だけ。当然の帰結として、セーラー服の人物こそがパン屋の親父その人だった。長い黒髪は、安っぽいカツラだった。見つかったら殺される。俺は直感的にそう思った。パン屋の親父は寡黙な男だが、人相がヤクザ顔負け。 おまけに腕は丸太のように太く、熊のように剛毛だった。子供の一人や二人、簡単に首り殺せそうだった。俺は親父に気づかれないように、顔を引っ込めて、A のところに戻りたかった。A を促し、二人して急いで自転車に乗って、この場を離れたかった。親父に見つかるその前に、 静かにこの場を。おい、なんか見えたか早いとこ、帰ろうぜ。A の怯えて頼りない、それでもこの場に見つかわしくない怨霊の声が背後から響いた。誰だ瞬間黒髪を翻して、セーラー服姿の親父がこちらを振り返った。なんと、 顔には化粧までしている。真っ赤な唇が、妙に印象的だった。恐ろしい勢いで親父がこちらに迫ってくる。逃げ切れるか。相手はあんな格好だ。早くは走れないだろう。移動式階段を降りて、途中にいる A を連れて地上へ。自転車は回収しなければいけない。さもないと身元がバレてしまう。だが、相手は車だ。 俺たちのこぐ自転車では途中で追いつかれてしまうだろう。では、戦う、無理だ。ならどうする俺はとっさに、扉を閉めた。親父の手が扉に伸びる寸前で、扉は完全に閉ざされた。さらに俺は、コンテナの上を閉めた。これにより、もう大人の力でも、 内側から開くくことはできなくなった。扉が閉じてしまえば巨大な鉄の箱の密閉性は恐ろしいもので中で叫んでいるであろう親父の声は一切外に聞こえてこなかった俺は怯える A に「逃げるぞ」とだけ言い捨て急いで階段を降りると自転車にまたがったしばらく走っていると A が追いついてきた 俺たちは適当な空き地に自転車を止め、今あったことを共有し、この後どうするかを話し合った。戻って親父を解放するのは危険だと、俺は思った。親父が俺たちをどうするかはわからない。奴の秘密を知った上に、閉じ込めまでしたのだ。怒り狂っているに違いない。俺の意見に A も賛同した。A は昇心者で、 大人に怒られることを何より恐れていた結局俺たちはそのまま家に帰ったそれぞれの親にはお互いの家に遊びに行っていたと説明したあのレンタルボックスの話は一切しなかったそれから俺の地獄は始まったその日はずっとそわそわしていたし夜もよく眠れなかった 自力か、他力か、いずれ何とかして、コンテナから脱出したパン屋の親父が、自身を閉じ込めた俺たちに、復讐しに来るのではないか、という不安からだった。翌日の学校では、A とはよく目が合うものの、会話らしい会話はしないまま放課後になった。それでも、どちらともなく下駄箱で一緒になった俺たちは、 遠回りして荒いベーーカリーへ向かった店は閉まっており臨時休業という張り紙がしてあったやはり夜はよく眠れなかった翌々日3日後4日後日が経つにつれまだ見つかっていないという安堵はまだ見つかっていないという恐怖へと変貌し 俺たちを苦しめた5日後6日後7日後俺はいつしか不登校になっていった聞けば A もだというただ九段の連続誘拐事件の影響で子供を外に出したがらない家庭もちらほらあったため俺たちのそれも目立ちはしなかったその頃、 俺のの中にあった心の声、それはこうなった以上もう誰にも言えないだった初夏のコンテナに1週間も閉じ込められた人間がどうなるか小学生にも想像は固くない俺は俺自身の残酷な犯罪行為をこれから先の長い人生 誰にも言わずに生きることを決意したのだった。意志の弱い絵には、たっぷりと共犯意識を植え付け、口を塞いだ。こうして俺のパンドラの箱は、街外れのレンタルボックスと、俺自身の記憶の中に、同時に二つ出来上がってしまった。幸い、と言っていいのか、その後、 急な引っっ越しが決まった父親の仕事の都合だと聞かされたが俺の身の安全と不登校を気にしての両親の決断だったのかもしれない。